皆さんこんにちは、ガーラ TV です。なんと今日はスペシャルゲストに来ていただいております。なんと今日はあの東京オリンピック銅メダリストの小野塚彩奈選手に来ていただきました。やべえ、ガーラ TV、 ガーラ TV をご覧の皆さん、おはようございます。ありがとうございます。本日は絶好の撮影日和。イエーイ。で、今日はですね、彩奈の他にもう一人ゲストがおります。ゲスト？ゲストじゃねえか。どうぞこちらに。はい、紹介してもらっていいですか。彩奈のおじさんです。はい、彩奈のおじさんです。前方成績、和石小学校校内に知らねえ。どこ？おじさんはですね、たかしくんと言います。たかしくんはですね、彩奈のガチのおじさんだよね。リアルおじさん。たかしくんはガーラで働いてる社員なので、今日はたかしくんに彩奈を連れてガーラのゲレンデをアテンドしてもらおうかなと思っております。はい、それにガーラ TV がちょっとついていくというなんとも豪華な回になりそうです。ということで早速行ってみたいと思います。行きます。あのカメラ回ってるの気づいてます？めっちゃそうね、そうね、確かに。これからガーラの山頂グルノーブルを滑ってみようと思います。グルノーブル？そう、グルノーブル。山頂がっていうぐらい分かってないのか。いや、そりゃそうだよね。ちょっとじゃあリフトに乗ってる間に、はい、彩奈の今までの活動というか、もともとあれだよね、アルペン。そうそう、アルペンとか、うん、ミクさんと一緒に技術戦も出てたし。あ、技術戦出たんだっけ。そうですよ、 4年出た。マジか。4年出て3回表彰台乗ってるから。アルペンやりながら出て、うん、次の8回もオリンピック種目になるってなって。そうだね、それで転向したんだもんね、パイプに。で、その時にガーラにバックジャンプがあって。そう、そうです。そう、そこでずっと練習をさせてもらってた。練習してたね、来てくれてたんですよ、バグジャンプに。でもさ、あのバグジャンプ結構難しくなかった？いや、難しかったけど、でももうあれ良かったですね、うん。なんかそこで、ね、楽しかったね、あの時。彩奈を知れた、すごく。みんな若かったよね。若かったな。あの時は。そっから、そう、3年後でオリンピック出て、うん、メダル取って。そうですよ、銅メダルですよ。その後世界チャンピオン4回になって。つえ。またオリンピック出て、うん、まあ、メダル取れなかったけど、あれは 5位とかだったっけ。そうです、うん、で、 いやでも大したもんだよ。その後まさかの奇跡の未来のワールドツアーのインビテーションもらって。だからさ、それで今度山のね。そうです、まあ、ずっとやりたくて、うんうん、で、やり始めて、で、今それにもうどっぷりって感じだよね。そう、2年回った後にコロナになっちゃって。あーね。で、その間にお母さんになってね、なんか映画できんじゃない？ね、できそう。そうだね。ですね。彩奈のね、息子くん超イケメンなんですよ。ああ、募集中です。いや、だからそんないろんなことを経験し、多彩な才能を今まで発揮している彩奈が、そう、なんとガーラ TV に出てくれるなんて嬉しいじゃないですか。もうありがとね、本当に。なんかちょっとこう。素をさらけ出せていい。ああ、もっと出してくれ。おじさんと共に。はい、ということで今山頂グルノーブルに着きました。初登頂。早速彩奈の追い撮りをさせてもらおうと思ってます。じゃあ行きましょう。南エリアのパウダーエリアへ行きます。あ、まだだ。こんな
感じでみんなパウダー待ちです。うわラッセルを逃すラッセルに乗るふっかこれは深いよ。今2本滑ったんですけど、パウダーの深さが半端ない。超バフバフで深い。今日やばい。今シーズン1ぐらいじゃないかな。今日は特別に撮影ということで、まだオープンしてない南エリアを滑らせてもらってます。南エリア待ちのお客様ごめんね、すいません。でもね、これちょっとボーダー深すぎて、うちらが滑った後ぐらいがほんとちょうどいいかもしれない。次は高橋おじさんがどこに連れてってくれるでしょうか。では行ってきます。オッケー、ドゥンドゥン、はい、ドゥンドゥンドゥン、レッツドゥンドゥン。深いんだよね、ブロンコ気をつけないと、ドゥンドゥンにやられないように。これファーストドゥンドゥン、あ、でもスピードがね、ふっかすぎるんだな。ドゥンドゥンよかったよ。いつ来るかわからないドゥンドゥン。いきなり落ちた。そう。じゃあ、おいドゥンドゥンしますか。おかわりドゥンドゥン、おかわりドゥンドゥンで、レッツゴー。バフバフ、早い、早いな。もう楽しんじゃってるよ。たかしおじさん撮っちゃおうかな。ドゥンドゥン、あやらが速い。おお
面白いわ。行きますか、ラストドゥンドゥン。早いやな。じゃあ、南のパウダーを堪能してきて、最後は、ラストは下山コースに下山コース行きますか、はい、なんと、綾菜は下山が初なんだって。なんですと逆走したことあるよね。逆走したことある。そう、逆走はね、スパルタンで ね走って登ってきたことあるけど、みたいな 2.5 キロ、はい、ちょっと今度こけられるようにしないとね、マジで私お願いします。こういうとこすぐ行くから。ああ深い、助けて、大変。いやじゃあ、もう行っちゃったんで。ちょっと待って、撮ってもらって。いやごめんね、本当にちょっと緊張するけど、行くよ。お願いします。報告してもいいですか、はい、一発目からすっ転びました。あやなのね、ごめんね。一切入ってね。いなくなって一瞬はっ消えてるから。でも振り返ってる、本当こうやって、どうだった、どうだった、あのカメラがね、カメラの棒だけ見えたみたいなね。いやだからさ、何この回、ごめんな、ほんと。いや、これはこれでいいんだよね。期待ときますわ。これはこれで面白い回になると思うよ。どうでした、あの初下山コースの下り。いや、めっちゃ面白かったっすね。おもろかった、うん、このなんか、プルプルになったとこで仕上がる感じがまたね、やばいっすね。でもさ、アスリートってさ、ほんとド M だよね。めっちゃ面白かった。ド M だよ。言うても早いよ、たかしくんも。最後はね、感しなかった。できない。ちょっかり。ちょっかり。あのコーナーだけでもきついじゃん。そう。いやでも早い、やっぱスキーや早いわ。ローテキ小学校2位も伊達じゃないです。うん、超早かった。しかもあのスリーかっこよかった。お酒がうめえな今日は。いただきます。いや、あやなさんありがとうございました。じゃあ、たかしくんも横に。はい、楽しませ
ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。初のガラ TV 出演、本当に。そう、そうですよ。たかし君もでも何気あれだよね。何気初。あ、そうなの、そう、そうなの。ありがとうございました。ご家族でありがとうございました。今後とも。え？だって？ガラ楽しいからみんな来てね。ガラ来てね。本当。ありがとうございました。じゃあね。バイバーイ。